今回は、シェロカルテの特別訓練について見ていきましょう。今月中に実装されるとのことだったので、4月23日の1時から10時のメンテで追加されるのかなと思います。シェロカルテの特別訓練は、初心者をサポートするコンテンツであり、チュートリアルみたいな感じで、課題を達成していくと、編成の組み方がわかるといったものです。そして、各属性の初段をクリアすると、それぞれキャラを獲得できます。火はユエル、水はリリー、土はアレイティア、風はメーテラ、光はアルベイル、闇はナルメアであり、6キャラすべて手に入ります。どれも強いキャラであり、特に、ユエル、リリー、アレイティアあたりは雑に編成に入れても強いですし、使いやすいです。これらのキャラはクラシック送りにされていたので、比較的最近始めた人だと、持っていないキャラがいる人も多いと思います。しかも、作地家でわざわざ取るような強さではない絶妙なところなんですよね。また、すべての課題をクリアすると、次のリミテッドキャラの中から好きな1キャラが手に入ります。火はラカム、水はカタリナ、土はオイゲン、風はロゼッタ、光はエオ、闇はフェリとなっています。どのキャラを取るべきかですが、これらのキャラは初期の方に実装されたリミキャラであり、最終上限解放が行われたのも何年も前なので、正直、最新のリミキャラや季節限定キャラの方がはるかに強いんですよね。ですので、どれを取ってもよく、自分の手持ちを見つつ、層の薄い属性を取ることで、つなぎとして使うのがいいのかなと思います。ちなみに、唯一今でも使っているのが、全体カバーを持っているリミロゼッタです。さて、リミキャラに関しては、解放武器の方が重要でしょう。火はベネディア、水はミュルグレス、土は AK、風はエタラブ、光はガンバンテイン、闇はウンハイルであり、スキルはこのようになっています。そして、ウンハイル以外は古いリミ武器なので、覚醒タイプが実装されています。この中だと、4突で覚醒レベル4前提ですが、攻撃岩盤テインが一番強いと思っています。まず、覚醒タイプ攻撃による、通常攻陣 40% とダメージ上限 5% アップがどの編成でも強いので、ベネディア、ミュルグレス、岩盤テインが候補に上がります。その中でも、ミュルグレスと岩盤テインは、3手勝のスキルを持っているので、無理やり TA 率を 100% に持っていく周回編成で、火力と連撃を両立できる武器として採用されます。ここで、水属性は、ゼタ、ポセイドン、ハイラなどもともと TA 確定しているキャラが多いので、武器で TA 率を稼ぐ必要がない編成も多いのですが、光属性は、未だにジャンヌ、無限、涅槃を使っており、涅槃に闇を省くために、TA 率を漏れる岩盤テインが高頻度で編成に入ってくるというわけです。さらに、武器種が杖というのも強く、光には他に強い杖がないですし、汎用的な探検武器も少ないので、黒猫やマナダイバーのメイン武器として使われています。また、アビダメタイプのエタラブもかなり強いです。もともとダブル攻陣ですし、EV や探検によって火力が上がるので、基礎火力武器として優秀であり。そして、風属性はアビダメが強いキャラが多く、アビ上限が 25% アップするアビダメタイプとの相性が抜群です。ちなみに私は、エタラブの素体がずっと1本しかなかったので、風古戦場前に C3 個と KG4 個を突っ込んで作ったところ、満足度が高かったです。最後にウンハイルですが、HP を盛りつつ奥義ダメージを上げられるのは強いものの、攻陣を持っていないので基礎火力不足になりやすく、最近は全然編成に入っていません。今後、攻撃覚醒が実装されると一気に評価が上がる可能性はあります。ということで、今回は、シェロカルテの特別訓練について見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、